久保さんいやー今回従業員の10にしましょうかいやー従業員は大変ですよねいや本当大変です、うん、お金を毎月払ってもなかなかねなかなかという感じでまああのね会社をめちゃくちゃ大きくするとかうん まあそういう、うん目標だったりとか、そういうその願望だったりとか、まあそういうのがあるんだったら僕はいいと思うんですけど、自分が自由に暮らしていくっていう目的であるならば、従業員は僕はいらないと思います。うん自分が自由に生きていくっていうことであるならば、もう本当に一人でやった方がいいと思います。で、昔は、 一人でやるっていうと、スケールをまあ大きくする、あんまり大きくすることはできなかったけれども、今はね、いくらでも大きくできるんですよ、一人で。いくらでもって言ったら、まあ、語弊がありますけど、まあ、一人でね、年賞100億円とかはまあ無理ですけども、まあ、一人でね、例えば、一人でも1000万ぐらい、単月1000万とかぐらいはいけんじゃないかな。一人でもね。まあまあ、100万だったらいけますんで、一人でも。 うん、だその100万が大きいか少ないかは、まあ人それぞれ、えー、その100万でね、どのこうのっていう人もいると思うんであれですけど、まあ十分かなとは思うんですよね、僕はね。では100万は一人でいけるのかっていうと、いけるんですよ。っていうか人のほがいいと思います。で、なんでかっていうと、まあ例えばま YouTube なんかわかりやすくて、別に一人でもね、分身作れるわけじゃないですか、いくらでも。ただで。 まあ僕は動画を量産するっていうねめちゃめちゃ量産してるんですけどありがたいですよねまあもう2万本以上一般公開してますけどもまあこれを2万人の従業員を雇用するってなったらね相当のお金がかかりますよ手取り14万円まあ14万円2万人に配っても相当な額になるだろうしでも14万1人当たり14万だと文句言われるだろうしねだから前 今月か先月だったかな ?KDDI ですか ?KDDI がなんか回線が不調でなんか迷惑かけましたっつってね、なんか200円配りますみたいなねやってたんですけど、ね、その200円、ね、もらってね、200円くらいだったらやんなくていいんじゃないかみたいな街頭インタビューね、200円もらってもみたいなね。ちょっとみたいな。でも KDDI が、あの、その、実際に総額支払うのが何億円みたいなね。50億だったかな。 KDDI 損失いくらだっけな ?KDDI、えー、支払い。 200円を返金して、総額いくらだこれ。あの、返金総額が過去最大73億円ですね。73億円らしいですよ。200円配っても73億円。すごいですね。うん、過去最大の返金総額。だけど、ユーザーからするとね、たった200円かみたいなね。 でもさんは73億円払ってるっててる、ね、これどういうことかっていうとまあ従業員からすると手取り14万か安いなと思われてもまあその払ってる方は大変ってことですね。<laughs> うん。そう。って結局そう思われるわけじゃないですか。うん。だからもうね、あのー、従業員は本当にね僕は。 一人で、あ、一人でというか、まあ、その、自由に生きていくっていうところで、まあ、あの、お金の部分を100万ぐらいでいいよっていう方は、本当に従業員を問わず、一人社長、一人でやるっていうのを僕はお勧めします。うん。やっぱ楽ですよね。指示もしなくていいし、指示した後のことも考えなくていいし、うん。なんか、とりあえず、その、考えなくていいんですよ、いろいろと。その、 自分以外のことを考えないといけないわけじゃないですか人を雇うとまあその人の生活もありますし人生もありますしそれも考えないといけないんででも人を雇わないと自分のこと自分の人生をあの100%で生きやすいってことですねうーんこれはねほんと僕はあの従業員をもう多分一生雇うことはないと思うんですけど腹に決めてる部分があってもう雇わないですねうーん だからまあでも雇ったからこそ分かることがあってだから今思うと従業員を雇うという経験ができてよかったなと思いますね。要はその考え方なんですよね。多くの人は従業員を雇うっていうことをしたする経験が人生において多分ないじゃないですかほぼ。だからまあその2極の考え方ができないってことですね。なんだ手取り14円くやすいじゃねえかっていうような考え方しかやっぱできない。 傾向としては経営者の考え方でできないですよねだからその KDDI のね返金のあれもありますけど73億円の方にフォーカスして考えることはできないんですよ。自分が200円っていうそっちの考え方しかやっぱできないんで、うん、73億円のことを考えることはなかなか難しいですよね。うん、まあ僕は両方その見れるので良かったなと思いますね。 うんだから人生っていろんなことあるんですけどいろんなことがあるからこそいろんな視点で見れる方が生きやすいんですよいろんな視点だよね物事うんでもそれが一つの視点だとうんなかなかって感じですよねうんだからまあ従業員を雇用することはおすすめしないけれども一度雇用してその考え方その物の見方を見れるようになることはおすすめします <laughs> そう だから結局従業員を雇っても経験的にはいいんじゃないかなとまあ僕と久保さんが言っていることが少なくてもうん理解はできるんじゃないかなと従業員を雇って毎月給料を払ってそこでああだこうだねそううんねあの従業員の中で派閥ができた時はね、まあ、久保さんも言ってくれてましたけど 僕はあの従業員の中で派閥ができた時にそれを収めるためにねあの頭買ってね坊主にして、まあ、朝礼の時にね殴ってくださいって言ってねあのすいませんあのこういう事態になったのは僕の責任ですととりあえず殴,殴ってくださいみたいな朝礼でねそういうこともやりましたね大変ですよいろいろあるって まあ責任、まあそれをまとめられないのは上の責任ですからね。まあしょうがないんですけど。うん、まあそれしょうがないんだけど、もう嫌ですね。そのしょうがないわ。<laughs> やっぱね、自分でなんとか、まあ、うんそのマネジメント力っていうのがなかったのが、まマネジメント力があるんだったらまあいいと思うんですけど、でもね、大変ですよ、人は。生ものっていうのは大変。うん。だって自分の人生もみんな大変なのに、人の人生、人の考え方はこう、大変ですよ。 僕はおすすめしないですけど、考え方を持つ方はおすすめします。<laughs> 経験としては。一回、まあ、雇ってみればいいんじゃないですか。おすすめはしないけど、そこは。でも、考え方をおすすめします、うん。大きい視野が出るというか、うん、いろいろ考えますよ。うん、うだ考える責任の量も違うし、うん やっぱ考える責任の量が多いですよね人を雇用するっていうのは。うん。まあそれで相当まあちょっと進化は思考のし進化はするかなと思いますね。い、うん、ってらっしゃい。